貸し出しの記録は自分でお願いね。禁書エリアの方は貸し出しできないわよ。あら、あなただったのね、可愛い子ちゃん。会えて嬉しいわ。アフタヌーンティーに飲んだ濃いお茶よりも元気が出たわ。仕事中なのに心ここにあらずだな。ジン以外に真面目に仕事する人なんていたかしら。それでお姉さんのところに来たのは何か用かしら。それとも単に私に会いに来たのかしら。用がないのに私のところまでわざわざ会いに来てくれたの。はいはい、からかうのはこれくらいにしておいてあげるわ。なあ、司書さんのおすすめの本ってないのか。おすすめの本？残念だけど私のおすすめはほとんど禁書エリアにあるから貸し出しできないのよ。急に不穏な雰囲気が。な、そうだ、テイワット観光ガイドはどうかしら。旅人のあなたならきっと役に立つと思うわよ。おお、実用的な本だな。借りてみてもいいか。仕方ないから貸し出しリストを見てあげるわ。リサさんの仕事だろう。どこが仕方ないんだよ。あら、残念ね。今は貸し出し中よ。返却期限はとっくに過ぎてるんだけど。そういえばまだ返却されていない本が他にもあるわね。まったく。ああ、腹が立つ。ぎゅう、気のせいか周りの雷元素の濃度が急に高くなった気がするぞ。はあ、面倒ね。返却期限を過ぎた本を回収しないと。そうだ、テイワット観光ガイドを読みたいのならお手伝いなんてどうかしら。今のリサさんすごく怖いぞ。ここは一緒に行った方が身のためだ。可愛い子ちゃんは優しいわね。さてさて、最初は栄光の風ね。じゃあ後で記念品ショップの前で集合しましょう。じゃあ早速始めましょう。マージョリーさん、最近何か面白い商品はないかしら。あら、どうしてそんな目で私を見るのかしら。きれい。あら、そう思ってくれているの。ま、悪くないわね。あなたみたいなお年頃なら少なからずそんな幻想を抱くものよね。記念品ならきっとリサさんが気に入るものがあるはずですよ。ご安心ください。そうですね、この方に選んでもらってはどうでしょう。特別なプレゼント感が増しますよ。え、旅人が選ぶのか。お一つお選びください。きっとリサさんの心をつかむものがあるはずです。これは冒険者協会の仲間が遺跡で見つけてきた宝物です。少しボロボロだけど、中身は、あ、少なくとも千年の歴史があります。私には理解できませんけど。あら、これって北恐竜風光章の失われた第三巻じゃない。こんなところにあるなんて。これでいいのか。選んだ後は変更できないぞ。さすが可愛い子ちゃん、よくわかってるわ。これは昔の人々の元素力について研究するのにうってつけの代物なの。ありがたくいただくわね。あら、そろそろ時間ね。ではマージョリーさん、バネッサの物語を。え、リサさんもバネッサ様がお好きなんですね。そ
それならおすすめの品がたくさんあります。例えばこのバネッサ様の名前が刻まれた獅子の牙のペンダントとか、バネッサ様がかつて授与した騎士の勲章とか。ごめんなさい、バネッサ様の話になるとつい興奮してしまって。もう返却期限が過ぎていたんですか？実はずっと持ち歩いているんです。リサさんと会ったら返そうと思ってて。はあ、バネッサ様を尊敬していることに免じて今回は許してあげるわ。今度からは気をつけなさいね。はい、わかりました、リサさん。では次の本を探しましょうか。鹿狩りへようこそ。2名様ですか？3名だぞ。これは失礼いたしました。お好きな席へどうぞ。注文が決まりましたらいつでもお呼びください。ご飯を食べてから本の話を切り出すのか？当然よ。面倒な仕事を優先してたら美味しいご飯もまずくなるでしょ。そこまで仕事が嫌いなんだな。早く注文しましょう。かわいこちゃん、注文はあなたのセンスにお任せするわ。鹿狩りの看板メニューの一つね。食べてみたいのなら頼んでもいいわよ。これでいいのか？選んだ後は変更できないぞ。注文はできたかしら？じゃあ座って一緒にいただきましょう。柔らかくて味もなかなか。さすが看板メニューね。たくさん食べられないのが残念だわ。スタイル維持は魔女にとって必要不可欠だから。ぷはー、お腹いっぱいだな。そろそろいいかしら。また嫌なお仕事の時間ね。サラさんに本の話をしましょう。他にご注文はありますか？いいえ、ごちそうになったわ。あとはイノシシプリンセスを。イノシシプリン？すみません、そのようなメニューはありませんが。本だよ、借りてた本。ああ、本ですね。ごめんなさい、お借りした後ちょうどお店が繁忙期に入ってしまってすっかり忘れていました。ごめんなさい、リサさん。仕事が終わったら図書館に返却しに行きます。ええ、もう忘れないようにね。かわいこちゃん、次の場所に行きましょう。ここで最後よ。この二人。あ、気に入ったお花がありましたらすぐお包みしますよ。そういえば花の香りのないデートはロマンがないって、どの本で読んだのだったかしら。あら、分かってるわね。じゃあお言葉に甘えようかしら。リサさんへのプレゼントですか？どのお花にいたします？氷花なら隅っこに置いてあります。下手に触ると凍傷を起こすので気をつけてくださいね。本当にこれにするつもりですか？少し変わっていますね。ただリサさんは雷の力を使うから大丈夫でしょうか？これでいいのか？選んだ後は変更できないぞ。え、あの氷元素に満ちた花のことかしら。私のところに置くと危険よ。雷元素と氷元素が触れ合ったらどうなるか、あなたはまだ知らないようね。
仕事が終わったら図書館へいらっしゃい。元素体系の授業をしてあげる。それでも覚えられなかったら、超伝導がどんなものかその身で覚えてもらおうかしら。さて、そろそろ本題に入ろうかしら。ドンナさん、私たちがここに来た目的はわかる？本題ですか？お花を買いに来たわけではないのですか？はあ、やっぱりそういう反応をするのね。本を大事にしないなんて。白の姫と六人の小人は覚えているかしら？それは、その、どうしよう。本をなくしてしまったんです。この前、そろそろ返却期限になると思って、図書館に返そうとしたんですけど、いくら探しても見つからなくて、ここ数日探しているんですが、どこにもないんです。誰かに取られてしまったのかもしれません。ずっと枕元に置いてたのに。まずいぞ。リサさんが爆発するかも。あら、聞こえているわよ。へい！本当に誰かに取られたのなら、どんなのせいじゃないわ。責任は本を盗んだその人にあるもの。3倍、いや、10倍返しにして支払ってもらおうかしら。それについては心配ないわ。私が図書館の司書である限り、一冊の本もなくさせはしない。すべての本には特別な元素表記をつけてあるの。だから手がかりはゼロじゃない。もしかして、本当のリサさんって、すごく真面目だったり？いつもはだらけてるけど。かわいこちゃん、あなたも強い元素感知力があると聞いたわ。やってみる？元素感知力？ああ、わかったぞ！元素四角で手がかりを探してみよう！よっ！痕跡を見た感じ、確かに盗まれた可能性が高いわね。どんなのせいじゃないんだな。けど、禁書エリアの本でもないのに、盗む価値なんてあるのかしら。変わった独占欲ね。次はどうすればいいんだ？かなり弱い元素反応だけど、犯人は本を場外に持ち出しているみたい。可愛子ちゃんにも見えるわよね。その痕跡をたどって相手の居場所を探しましょう。少し強いもの。本を盗んだ相手はここで休憩したみたい。痕跡はまだ伸びているわ。追跡を続けましょう。この周囲にはいないわ。ずいぶん遠くまで逃げ。犯人はアジトに戻るつもりか。この近くにあるはずよ。元素四角なら
魔力の流れさえも見えるわ。魔力の流れをたどって本を探しましょう。遺跡に住んでるのか？モンドの住人には変わった趣味のやつがいるんだな。モンドの人をそう一括りにしないでほしいわ。それにどちらかというと犯人は人に好かれないお邪魔虫って感じがするわね。私も同じことを考えていたわ。そうね、アビス教団の可能性が高いと思う。もともと神出鬼没なやつらですもの。それにこの遺跡の入り口に施されている元素封印もアビスの魔術師の魔力と似ているわ。封印？どう解けばいいんだ？また手間がかかったりしないよな。この程度の元素力で私を止めようなんて、私も舐められたものね。うえ、入りましょう。あ、おー、これが仕事モードのリサさんか。中は意外と広いんだな。まだ奥に行くのか。借りた本は返してもらえないと。例外はないの？ビリビリさせないとね。いや、お前たち、なおしてここにちゃんと隠れていたのに。あなたたちがどこに隠れていようと興味ないわ。本を返してもらうわよ。アジトに隠れて封印までする暇があるのに、
貸し出し手続きをする時間もなかったの？人の仕事に対する敬意がないわね。あの本のためか、モンドにもあの秘密を理解する人間がいたとは。貴様は誰だ？図書館の司書よ。まだ質問はあるかしら？本を返してちょうだい。これが最後の警告よ。正体を隠すとは。ならばなおさら本は返せない。あの秘密に関わるものだからな。貴様、何をする気だ？この幻想力、まさか。人の話を聞かない方には少しばかり罰を与えてあげないとね。仕事って本当に面倒よね。さて、本を探しましょう。この近くにあるはずよ。白の姫と6人の小人だな。名前は覚えてるぞ。これで間違いないよな。ええ、本が無事でよかったわ。でないと。でないと、なんだ、あれ以上すごい罰があるのか？でないと、私の薬剤学の研究成果を身をもって体験してもらうことになるわ。それにしても禁書エリアに分類されていない本をどうして盗んだのかしら。私がつけた表記以外、特に異常な幻想反応もなさそうね。そうだな、普通におとぎ話の絵本だな。でも図書館の司書として面倒な仕事はこれで終わりよ。そんなに興味があるなら貸し出ししましょうか。期限は無期限よ。あなたのことは借り手ではなく保管人として登録するわ。これは信頼に値する市民への特典なんだから。特典というより面倒ごとを他人に押し付けたような感じがする。あら、私の仕事に何か不満でも？物分かりがいいわね。あなたを助手にしてそばに置きたいくらい。じゃあ今日のお仕事はここまで。先に戻っているわね。あなたも図書館にいらっしゃい。保管人としての登録手続きをするわ。お帰りなさい。本の保管手続きはもうできたわよ。ありがとう。あれ、そういえば何か忘れてるような。欲張りさんね。あ、あそこの棚にあるのテイワット観光ガイドじゃないか。しかもいっぱいあるぞ。実はテイワット観光ガイドって定期刊行されてるものだから、正式な所蔵品ではないの。はあ、好きなものを持って行っていいわよ。今日の助手としての報酬ね。あなたがいてくれたおかげで面倒な仕事も少しは面白かったわ。テイワット観光ガイドはオイラたちを釣るための
餌だったのか。城を出て地下遺跡まで本を探すことになるのは少しばかり予想外だったけど、巻き込んでしまったお詫びにこの記念品もあげるわ。わあ、リサさん、わざわざ用意してくれてたのか。今度一緒にお出かけした時に渡そうと思っていたんだけど、今度のことはまた今度にね。期待しといて。あ、あ、あ、あ。